はい、妹羨ましいぐらいのパーソナルで、もう1個、テレビで見たモンドリアンについて調べてみたっていうつぶやきになりました、うん、自分は学生の時建築士が専門だったのでつい反応してしまいます。これ見ました？モンドリアンって何ですか？美の巨人たちでモンドリアンっていう芸術家についてやって、で私がそれをつぶやいたら、うん、そこのディレクターの人から言われてたんですよ、フォローが、うん、なんどこのチャンネルですか？テレ東さんです。テレ東で、すごいでしょ。で、あのしかもあの番組の中に学生っていう役があるんですよ、うん、学生とおじさんが出てくるんですよ。でその学生をバニビがやったらいいんじゃないかと私は思うんですけど、ダメ。それを来た、うん、ツイッターで来たのにそう書いてもよかったですよ、うん、だって悪いなと思って、あの私やります、うん、でこういうふうにこうなんか看板みたいなのを持ってるとこもあって、うん、でもそれ割と普通の人がやってたって、モンドリアンが何か、そうモンドリアンって何、モンドリアン芸術家、人、人、人なんだこれね、あのな、知ってました、幾何学っぽい、こうなんていうんだろう、緑、ん、黄色と赤と青を使って、多分見たことありますよね、建物とかにも使われてたりとか、20世紀前半の画家です。あとあれに似てる、あのあれに似てると思いません？パフュームさんのディ、なんだっけ、ルーム、ルーム、なんだっけ、なんだっけ、なんとかルーム、ワンルームディスコ、ディスコ、どんなんだっけ、のに似てるなと思った、うん、色使いとか似てるなと思う。まあそんな感じで、モンドリアンらしい、はい、マニビー使ってもらえるといいなって思いました。はい、じゃ次、ペンネームデンマークもみじさんからで、ありがとうございます。はい、ここに出てきましたよ、近藤さん、うん、お、今日未明のレナさんのつぶやきで、うん、寝れないなうってつぶやいたんです私が、うん、じゃあ近藤さんがなんとか寝ろ、書くなよ、書くなよ、はい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 、っていう返事を真面目そんなのって来るんですよ。で私が、うん、近藤さんに返信でボリボリボリって返したら、近藤さんが今流行りの略語で、うん、DKRKKN、だから、うん、書くなって略語で返してきたから、私は BRBRBR ボリ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 で返したら、あの不覚にも笑ってしまったみたいな。っていうか夜中に何してるんですか、ね、タイムリーだったんだよ。あ、自分 の、 あの TL 見ようとしたら、うん、ちょうどなんかあのまた寝れないとかさ、うん、あの かまってちゃんだから、うん、かまってちゃん、ちょっといじってみた。北欧かまってちゃんですか、北欧かまってちゃん、うん、なるほどね、これ面白いね、これ面白い、てか BRBRBR が気持ち悪いね、なんかボリ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 感出てる、これは L なのか R なのかってすごい迷ったけど、 R でいい、 R でいい、そこR なのかな、ボリボリでもいいけど、いつもない、うん、あと10月8日リサさんの続き、はいはい、おとなしく帰宅しておうち飲み、うん、スパークリングワイン、そう昨日はね家で飲んでたんです、母親と、そうそう、うん、スパークリングワイン、家にあった安いワイン開けて、安いって言ってもね、そう飲んでましたね、なんか暇な人募集してたね、そうなの、したらね40人ぐらい行ってくれたの、めっちゃでも誰にも会えなかった、家に家飲みだったわけですね、そうです、なるほど、そうなの。他はどうですか、メール来てますね、はい、うん、あこれはペンネームピオちゃんからです、ありがとうございます。レナコの最近頻繁に登場するブサイクな顔文字とお猿の顔文字、お気に入りなんだと思うのですが、なぜこのチョイスなんでしょう、うん、だって最近は何でもブサかわいいがいいと思います。お、私美しいものが美しいっていう考えがすごい嫌で、ブサイクなものほど美しいような気がして、うん、あれどういうことですか、どういうことですか、なんかブサかわいいっていうものにすごい価値を感じてて最近、だから、うん、不細工なものほど使いたくなりました、うん、愛情が湧くっていうか、なんかね、愛着が湧くっていうか、うんうん、親近感が湧く、なるほど、そんな感じかな、うん、もう一個、リサコのここ最近お気に入りみたいなハーゲンダッツのパンプキンな、うん、自分も昨日試してみたのですが、なるほどこれはハマるわという感じの美味しさでした、うん、そうなの、これ超美味しいの、え、普通の値段で売ってるの、普通にコンビニで売ってる、あ、秋限定、秋限定、あれ超美味しい、あ、そう、1週間で2回ぐらい食べちゃった、美味しいです、今日さ、5000円のヨーグルト食べたって食べたかった、あ、食べた、あれのうちに置いてるやつ、ポンで紹介したやつか、うん、食べた食べた、いつも常備してるやつですかね、お取り寄せして、ね、ワインと一緒に、ね、うん、ヨーグルトをね食べるっていうね、はい、そんな感じです、はい、
はい、以上ですかね。あともう一つこれ読みたいですね。ある、はい、ペンネーム北欧のカズミスパークさんからありがとうございます。ありがとうございます。先週の気になったつぶやき、はい、レナさん、リサさんともに、はい、バニラビーンズ、あ、違う、レナさんは、うん、バニラビーンズ、バニベスト、タワー、渋谷店総合アルバムランキング9位、おめでとうございます、うん、と、リサさんのジャパンカウントダウンアルバム16位にバニベストがランクインな、ありがとうございます、うん、はい、本当に嬉しいというつぶやきが気になりました、うん、地道な努力が結果になって現れたのはファンとしてもとっても嬉しいです、うん、ということで、ありがとうございますね。ランキングに入ったんですね。ね、私めっちゃ構えて見てたもん、うん、あ、そう、嘘、出るかな出るかなと思って。私あのタイムライン、タイムラグがあるんですよ、北欧と。ああ、なるほどね。あ、そうだから、あ、ひどいの。だってテレ東の番組、テレ東の番組琵琶湖放送で流れるもん。琵琶湖放送流れるもん。そうそう、やっててでもだからもうツイッター上ではみんな騒いでくれてて、うん、でも私見れないっていう。見れない。でもあのカウントダウン TV は出なかった。あ、 DD の時出たの、うん、DD の時流れたよね。 DD の時流れたっけ。そんな、え、違ったっけ。 DD あ、デフデフ、え、デフ出なかったっけ。アルバムだから、あ、そう、入ってなかった。まあ皆さんシングル出してないからね、うん、そっか、そうだね。まあ、DD の時だって、あのちょい丸社長が、あのなんとかジャパンカウントダウンに入れたいから頑張ってたってプロモーションしてて、それがもうちょっと、シングルじゃないからチャート入んないんですよ。すっごいショックで。あね、気づいてなかったですよね、社長だけで。そうそうそう。え、しばらく、あのカウントダウン TV 出ないのか。カウントダウン TV、あ、月間だったんだ。月間20とかだったら、アルバムチャート、うん、あるんだけどね。そう、ジャパカンでしょ。ジャパンカウントダウンは月間、うん、週でやってる、毎週やってる、その週のアルバムチャートってことでしょ、うん、で TBS の方は月間に入ったの。なんか入ってないです、バニベは月間なんだ。頑張って頑張りましょうね。みんなちょっとつぶやいてますよ。なんて、そうそう、うん、BWC 何、琵琶湖放送なのかな。ああ、北欧イコール琵琶湖説っていうものが流れてますみたいな、笑い、うん、間違えてますよ皆さん。だってなんか多分滋賀県に住んでる人が私に返信してきて、うん、じゃあレナさんが北欧に住んでるっていうことは僕も北欧に住んでるってことだっていう返信が来てそういうことだね。合ってるけど、まあ、合ってるんじゃないみたいな。私も北欧に住んでたってことになっちゃいましたね。だって東京の人も北欧にしよう。みんな琵琶湖だったってことでいいか。わかりにくいから、うん、いろいろ大変。全ては琵琶湖から始まった。